なるほど。そうですね。いや、まあね、家庭関係もいろいろあるじゃないですか。本当に仲の悪い、兄弟、親子関係。で、本当にもうね、仲がいい。この家族は本当に、もう一心同体なんだろうな、いつでもっていう関係はあるじゃないですか。そのあり関ます。係性っていうのは、好きか嫌いかとか、そういったもんじゃなくて、もう何て言うんですかね、お互いが反発し合ったり、お互いが惹かれ合ったりする、個体の魂っていうのが、まずその関係性っていうのがまず大きいっていうことなんでしょうかね。そうですね、憎み合う関係を、例えば憎み合う関係をしばらく続けて、そこで問題が何かクリアして自分の中で腑に落ちたりとか吹っ切れちゃったりすると、もう離れて生まれ変わるか、もしくは友人として次は生まれ変わるかもしれないし、なるほどね。なんだろう、決まってないと思います、その人その人の勉強の度合いで。勉強っていう言葉も嫌いだけど、簡単に言っちゃうと本当、まあ、経験値を上げるっていう経こ験値を上げて、もういい、本当にもういいってなると、もうそのもう憎み合うその関係関係性も終わはる解消感さじれかな。る。なるほど。あ僕なんと、かね、結構父親と割と若い頃ですね、僕が若い頃、かなりバトったんですよ。かなりもう本当に考え方が結構違ってて、で、かなり若い頃、父も割とわがままな人間で、僕は僕で相反して、わがまま、違う方向にわがままで、かなりバトルがあったんですよ、若い頃は。で、まあ、数年何の口も聞かない時期あったりして、ただやっぱりね、まあもう寿命というか、天命をいただく時にね、いろいろ考えてみて、ああ、でも、こういう考えだったんだ、ああいう考えだったんだっていうところで、やっぱり父の僕に対する愛情も感じたんでね、そこでなんかこう自分の中で、溶けていったっていうかね。だから、死んでも絶対墓参りなんか行かねえぞって思ったぐらい、もう反発してた時期もあったんですよ。でもやっぱそういうのがもうなくなって、もう特にね、もうなくなってからはもうね、ぶつかることもないですから。だからそういうあれで、まあいろんな家族関係っていうのがあるんじゃないかなっていうのよね、思っちゃいますね。多分そこで墓参りに行かないぞって思いのままだったとすると、多分また来世でもまたそういう反目し合う親子でまた生まれ変わると思うんですよ。なるほど。なんかね、今世でクリアしなきゃないって思う、友達ですごいやっぱり同じような能力あるお友達がいるんですけど、彼女がその結構毒親だったらしくて、ほうほうほう。本当実家に行くのも辛いぐらいなんだけど、これを今世で自分がクリアしないと、また来世でまた反目し合う親子で生まれるってなんか分かったみたいで、自分で自発的に親に何かほらもうのあの道の駅行ったから買ってきたとか、なんかこう用事を作っては必ず月に1回は顔を出して喧嘩しちゃうんだけど、ちょっとこう話をして溶かしていくようにってね、自分で自分を立決派めですてね。頑張ってる友達がいて、ですごい偉いねって言ったら、そうしないとやっぱり来世に持ち越したくないからねって言ってて、なるほあ、ど。そうかと思って、なるほどあ、ね。それで今日語りたいなと思ったのが、まあ、家族っていうのは自分が育ってきたもの環境の一番最初に出会う最初の社会、これは学生時代に社会学の先生が家族は最小の社会ですって言ったのを覚えてて、そうだと思って、でこれは家族がいない方、施設で育った方はその施設が最初に出会う社会だし、最初に出会ってしまうどうしても避けられない最小の単位ってあるのが、それが家族で、で、まあ、
で、あのチャネリングをして、あの降りてきたメッセージ、家族って何、うん、家族に今度テーマが家族なんですけど、うん、なんかあの言葉ありますかって、ちょっとあの私のハイヤーセルフなのか、ついてる人なのか分かんないんですけど、うんうんうん、あのもうこの前世がいっぱいで設定しちゃうんですけど、うん、前聞いたら名前、これはハイヤーセルフなのかな、まあサリーさんとします、サリーさん、なんかそのアーリーさんが見てくれた天使かもしれないんですけど、うんうんうん、よく分かんない、キツネなのか天使なのかハイヤーセルフなのかね、分からないんですけど、とにかくメッセージが降りてくる元が言ってるのは、うんうん、あのこう来たんですよ、家族に振り回されるなと、あの、そうそうそう、主軸は自分の人生だよっていうセリフが来て、うん、あのまあ、家族と自分との関わり方を決めなさいって、うん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 、でそれがあのびったり仲良く暮らしていきたいのか、距離を置きたいのか、うん、もうそれは自由だから、うん、あのどんな家族でもね、あの、うん、自分がどうしたいか決めたら、それに、うん、自分のやり方にのように生きればいいっていうメッセージが来ましたね、うん、ではあのどんどん変化していっていいっていうことです、うんうんうん、で、うん、あとですね、よく鑑定のお客さんで自分の家のカルマとか因縁を見てほしいみたいに言われるんですけど、うん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 、私はですね、カルマ因縁っていう、こうマイナスな考えじゃなくて、なんかあくまでもそこの家系に繰り返される課題だと思って、うん、なるほど、うん、分かりやすいですね、うん、でやっぱりですね、そこそこの家々の性格もみんなそれって脳内物質が決めてるんですけど、性格受け継ぐ性格がどうしてもあるんですよね、そこ、あそこの家はみんな短気だとか、あそこの家はみんな理屈っぽいとかって、どうしても受け継ぐ性質ってあるから、はいはいはい、それが、まあ、因縁といったら因縁なんですけど、うんうんうん、それが今自分に降りかかってるとしたら、やっぱりそれは自分が解消したりする、うん、あのチャンスだと思って、なるほど、思って、課題、それでカルマ因縁っていうよりは、うん、あの課題とかチャンスだと思って、うん、でそこで自分の話をすると、あの、うん、自分のまず、10年不妊治療したんですよ私、はいはいはい、ちょっと不妊治療の話もしたいなと思うんですけど、うん、でもあのやっと生まれた子が、うん、あのまあ、重度ではないんだけど、いわゆる自閉症だったんですよ、アスペルガーの強い子で、ですごい子育てが、まあ、今でも大変なんですけど、うん、めちゃくちゃもう本当死にたく、殺しそうに、もう首絞めて殺しそうになったこともあるぐらい大変だったんですよ。しつけができない、動物みたいなんです、本当に。あの、動物よりしつけができないかな。とにかくひどいんですよ、幼少期は。もう、とにかくひどかったんだけど、でもその彼のことを勉強したことで、うん、あの自分の特性とか、うん、もっと言うと おばあちゃんですね、おばあちゃんの特性、父の特性、おじさんの特性、が全部ね、うちの家族の家系に連綿と伝わるものが全部分かったんですよ。なるほど、だからだったんだと思って。あ、深いですね。おばあちゃんって人がめちゃめちゃアスペルガーの人で、あのスーパーをもうこう順序ずつ行かないとダメなんですよ、こう列に沿ってこう。ああ、はい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 、自由な動きができないのと、あと人の言うこと全く聞けないのと、うん、なんかね、アスペルガーの特性っていろいろあるんですけど、それが全部当てはまる人で、うん、あのお勉強はできるんですけど、うん、あのコミュニケーションができないっていうタイプで、もう本当に変わった人だったんで、うんうん、でに父が育てられたんだけど、その父も、うん、あのまあちょっとアスペルガーっぽいけど、おじさんまあ聞いてない、親戚聞いてないからいいんですけど、おじさんって方もすごいあのお勉強できる方で、うん、医学博士なんだけど、はいはいはい、だけど会って話すとちょっとおかしいっていう、うん、あんま話が噛み合わないというか、医学博士なのに、うん、なんかブツ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 みたいな。ああ、なるほど、なんでだろうって思って、ずっと、うん、うちは変なのばっかりだなって思ってたら、あ、うんうん、アスペルガーなんだみんなと思って、うん、でなんかそれだけですごい心が軽くなったんですよ。で、はいはい、うちの母も心が軽くなって、ああそうですか、うん、父も心が軽くなって、ああそうですか、ああよかったじゃないですか。先祖のその課題っていうか問題が全部うちの息子のおかげで、あの、うんうん、正確に知れたっていうか勉強になったんですよ。なるほど。で、なんだろう、知らないことより知った方が、
心が晴れ晴れするんですよ、解決しなくても。だから何か問題があっても知った方がみんな心が晴れ晴れする、うん、もちろんそうですよ本当に、うん、それだけで なんかすごいね、あのうちの家系の重いものがパーッとなんかどうでもよくなって、なんかだから皆さんにも言いたいのは、このうちの家系の因縁とか、うん、なんかカルマみたいなものがあったとしたら、うん、それのあの分析をして、ただそれを知るだけでも軽くなるんで、うん、なるほど、なんで現状解決できてなくても、うん、心がスッキリすればそれでいいんですよ、まあ、そう本当そうですよね、そうですよね、うん、いやだからね、もう全くレベルは違いますけれど、全然レベルは違いますよ。でもね、子供の頃ね、母親にねよくね、いろいろうちの不満をぶつけたかったわけですよ。でね、母親がねよく言ってたのがね、これどの家も言ってたらしいですけどね、うちはうち、よそはよそっていうね。うん、まあ、うん、それがまあ、ね、最終的にすごく簡単に表せば、そういうことなのかなと、うんうん、いうことですね。やっぱりその自分の家の中とか家庭内とか血縁の中でいろんな似通ったものっていうのがあって、ね、よそ様はよそ様で似通ったものがあると、いうことで、それでいいんでしょうかね。いいと思います。で、あとその、何か障害がある子が生まれた家庭とか、うん、ダウン症の方とか知的障害の方とか、うん、いろんなお子さん持った方に言いたいのがですね、うんはいはい、多分その子を育てると、うん、過去ものすごい人数のですよ、うん、肉体の先祖たちの中に同じような子が必ずいたと思うんですよ、うんそれはと物理的な先祖もだし、あと、うんそのスピリチュアル的な魂 の、うん、前世とかそういうも、うん、そっちの方面の先祖もだけど、うんはいはい、必ずそういうね昔のひどいああいう中世の時代とかに、うん、自閉症の子とか障害持った子がいて、うん、すごいひどい人生を送ったと思うんですよ、そういう時代の障害の子って、うん、もう本当座敷牢みたいなところに入れられて死ぬまでいたとか、はいはい、だから絶対そういう人が多分昔いて、うん、その人の悲しみとか苦しみを今この子を可愛がって理解してあげることで、うん、多分ね乗っかってきてると思うんで解消できると思うんですよ。なるほど。だからそういう意味でもみんなね、うん、大役を担ってんだと思って、はい、クリアするチャンスだと思って、うん、頑張ってほしいなと思って、うんうんうん、なんかうちの子もですね、うちのその前世息子、その自閉症の息子はなんかね絶対こいつ前世とか そいつの魂の馬、うん、前世ですよ、うん、絶対ねなんか不遇なストリートチルドレンみたいな、うん、もうまともに暮らせないようなこう社会に適応できなくて道端で物乞いしてるようなひどい人生があったんじゃないかってすごく感じるんですけど、これはコネキングサデラーとしての感で、そういうの分も今可愛がって理解してあげて、うん、受け入れて知ってあげる、彼を知ってあげるだけで多分、うん、こう浄化されるんじゃないかなと思って、うん、まあまあまあね、うんうん、なんかその子を立派に育ててまともにしようとかっていうんじゃなくて、ただ目の前にいる人、うん問題を見て知るだけでいいと思います、うん、みんなそのいろんなお金のこととか、うん、毒親は大変だけど毒親の親とかどうしても親子でも会わない親子は、うん、まああるでしょうね、もう問題を起きるのが家族なんですけど、うんうん、その問題をですね解決しようとかいわゆる一般的にいい方に持ってこうって頑張らないで、うん、ただ受け入れるっていうその、うんうんそれで、ね、なかなかね、だいぶ解消軽くなりますから、うん、そうですか、それを言いたかった。なるほど、はい、うん、以上です。今日の話は結構濃いですね。今日神回だと思います。うん、そうですね、タイトルに神回って言わんで、うん、神回、本当に、うん、深い話が結構多いですね。サチャの話がかなりもう消されましたね。うん、本当に
あのさっちゃんの話をした、危機としてさっちゃんの話をした私がどうなる、どういう立場なんだろうっていうふうに、ね、だいぶあの温まったんで、うん、そうですか、はいはい、はいはい、ちょっとかなり長くなりましたけれど、はい、うん、あのあ、これは長いけど神回ということで、うん、そうですね、うん、かなり、ね、長いですよ、うん、30分ぐらいですか、今もう50分ぐらいになりますね。あららら、じゃあ2つに分けてもいいかも。まあね、あの分けて、うん、分けましょうかね、うん、やっていきましょうか、はいはい、うん、はい、はい、じゃあ、うん、あの今回はそんな感じで、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあまた次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、あの番組のブログを コリーさんがね頑張ってらっしゃるんで、はいはい、ぜひあの、はい、この下に概要欄にあるんで見てみてください、うん、はい、そうです、あのコロルの秘密も書いておりますので、はい、今後もねいろんな秘密を、はいはい、そうですね、はい、まあ、さっきの話ともつながりますけれど、ね、あの家庭環境もなかなかあのいい方に向いて、アーティスティックな、ことにねかなり傾倒されてる、うん、そうですね、それがうち一番救いですね本当に、うん、何があっても、うん、でも大切なことですよ本当に、うんうんうん、はい、そういうことでですね、はい、今日ありがとうございました。 ありがとうございました。はい、じゃあまたお会いしましょう。さよなら。